ファンキー中村でございます。パウチでございます。ゴーストコンテンツです。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。リクエスト、まだまだそのリクエストをいただいてるものがね、全部紹介しきれてもちろんないんですけど、いっぱいありますからね、はい、あの決してじらしてとかもったいつけてとかっていうことじゃないんですよ、うん、違うんですよ、うん、そうじゃないんだよ。いろいろものには順序っていうのがあってそうです、ね、段取りと順序ってことです。いやありますね、はい、うん、それによってなかなかちょっとごてごてにね、なっちゃってるものもあるんですけど、うん、これもリクエストたくさんいただいてる話ではあるんだけども、はい、これはもちろん平成に入ってからの話なんだけどもね、うんうんうん、一時ね割とありがたいことに、はい、いろんなこのバラエティであるとかねなんかで、うん、ちょっとファンキーさん今度何々の番組で使うんだけどちょっとこんな車はどっからか用意してもらえませんかねとか、うん、こんな感じの車をとかって割とこうそういう話をもらえてたのよ。お、別に俺が出るわけじゃなかったりするんだけども、だけどその時に限ってはね、ある割と今はもうメジャーになってる芸人さんたちと、うん、あるその番組の企画があってね、はい、でその芸人さんたちともう一人あるそのミュージシャンが来るんで、このミュージシャンがものすごいカーマニアで、うんうん、この人とのその一緒にこう出てもらいたいんだけども、その時にその実はこれこれこういう車が欲しいんですって言った車をたまたま俺が持ってたのよ。あ、うん、それでじゃあそれを使おうかって言って、はい、まあ東京都内のレインボーブリッジに割と近いところにある、うん、ある空き地があったんで、ね、今はもう空き地じゃないよ、うんうん、だけどその頃はね割といろんな撮影だとかなんかに使われてた場所があって、はい、うん、でそこで朝すごいこっぱやくに、うん、そこで待ち合わせになったの、はい、それを持ってきてくれっていうことでね、うんうん、ところがさそういう車その割と変わった車だったりするわけだから、その雨の日乗りたくないとか、あ、すごいそれ埃になったり泥になったりするのが嫌だっていう部分があるじゃない、はい、でそういうのはそのもちろん汚す壊す傷つけるはもちろんこれなし、もちろんそういうことはないし、うんうん、あくまでもその、まあ、カーマニアの彼に対しての云々だから、うん、だから大丈夫ですよっていうことだったんだけども、うん、よしじゃあちょっと早めに出ようかなと思って外へ出てみたら、なんとじっとり嫌な雨が降ってんだよ。ああ、そういう日に限ってですよね。ああ、ひったなと思って、はい、まあ、ざんざんぶりではないけども、だけど、うん、じっともう本当に霧みたいな雨が降ってるんだよ。ましてはもう夜中の3時とかね、まだ4時にもなってなかったかな、ほうほうほう、そのぐらいの時間なので、はい、ねえ、どうしようと思いつつ、まあだけど約束だからその車で行かなくちゃいけないじゃない、うん、ところがね、その車をその置いてある場所っていうのは問題で、はい、当時俺が住んでたそのマンションっていうのが、うん、このマンションのこの下に車を置けるスペースっていうのは本当に限られてるんだよ。うん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 、まあ駅がすぐ近くにあるからっていうことを思って、その自家用車を持ってない人っていうのも多かったから、うん、だからその住民全部の分の駐車場の確保ってのはできてないんだよね、そこに。あ、なるほど、うん、だけどあえて俺がそこの大家さんに頼んで、はい、何台分かちょっと借りてたの、もちろんお金払ってね、うん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 、ところがさ、そのこの度その番組で使うって言われた車は、うん、ちょっとねそこら辺に置けなくて、うん、それで離れたところにあるレンタルのこうシャッター付きの車庫に入ってたの。ああ、それ貴重やから入れてたんですか。そこ、まあもちろんその雨にまずさらしたくないっていう部分だよね、があったもんだから、じゃあそれを取りに行かなくちゃっていうんで、はい、俺はその建物から出て駐車場に向かってったさ、うん、歩いて、直線距離にすると本当にわずかなんだけども、うん、そこへ行くためには一旦そのぐるーっと細い道を入って踏切を渡ってさらに回り込んでっていう、ぐるぐるぐるっと回り込まなくちゃいけないっていう道があって、はいはい、うん、なもんだからもう嫌な雨なんだ、うん、だけどなんて言うんだろう、なんかさ傘さすのって邪魔くさいとこってあるじゃない。うんうん、わかります。わかる。いや、はい、これね見てる人の中で、いや雨降ってたらそろそろ2日さって、うん、思われるかもしれないけども、うん、なんか
ダーッと降ってるんだろう、私も、うん、じとーっとサラ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 っとなんかその細かいものが降ってると、うんうん、いやこのぐらいちょっとバッと行っちゃおうっていう感じになるんだよ、うん、ですね、行けそうって思っちゃいますね、うんうん、当時俺が住んでたそのマンションっていうのは大手私鉄沿線のある駅のすぐ近くにあったんだけども、はい、自分のところのマンションの、まあ、出入り口からこう出ると目の前にこう道が1本6メーターぐらいのね、幅の6メーター道路だね、うん、の道が1本あるんだけど、それが向かって右から左に向けての一方通行でもって緩やかな下り坂になってるんだよ、うんうんうん、その道を一旦こう歩いて右の方へ登ってって、途中から細い道を左へ入っていくん、うん、そこは結構急なこう上り坂になってて、その坂を上り切るといきなりその私鉄の線路沿いに出るんだ。でその線路沿いを少し歩くと右手にその線路を渡るための踏切が出てくるので、うん、あ、それも小さな踏切だよ、うんうん、その踏切を渡って、ごめんね、これ頭の中でだいたいその地理をこう思い浮かべながら聞いてもらいたいんだ、うんうん、その踏切を渡り切ると、なんとその踏切って渡ったところをもって直角のこう突き当たりになってて、おうん、それこう突き当たりというよりもこうクランクになってんだね。あ、はあ、うん、はあはあ、で、まあ、車だったらもちろんこう1台こう行けるんだけど、これ一方通行になってんだ、これがね、うん、でそこを渡り切るとこの道を右に行って、さらにクランク状に住宅街には入っていかずに、うん、線路沿いにずっと歩いていって、しばらくこちゃこちゃっと行ったところにその駐車場があったわけ、車庫があったわけ、うん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 、そっちに向かっていったんだ俺、はい、でまずその坂を上がっていく、さらに左に曲がって急坂を上がっていって線路沿いに出て、もう少しで踏切だっていう、ね、あ、やっぱりこれ結構濡れるなと思いつつ、うん、こう歩いてたんだよ、うんうん、さて踏切だ、もうすぐで踏切だっていうところまで来た途端に夜中の3時4時だよ、うん、ね、うん、カカン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 で遮断機が降りてきたわけ、ね、こう光って、はい、で住宅が割と近くにこう住宅があるもんだから、はい、あれでも夜遅くなるとさ、こう完全にこう遮断機が降りてくるとカン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 って音がちょっとちっちゃくなるんだね。へえ、そうなんですね、うん、で、なんだろうね、なんで、何が通るのよと思ったわけ。うん、それが JR だとかって言うんであれば、うん、もちろんその貨物ってことも夜中貨物ありえるよ。そっか、そうだよ、だけど、ね、だけど私鉄で、そうですよね、あ、そうか、これ多分保線小塩かなんかのね、うん、なんか特殊車両が通るのかもしれないって思ったわけだから、うん、と思いつつ肩すぼめてこう立ってたんだよ、うん、真っ赤なその警報器、今みたいなその LED なんてのはあんまない、こうなったからね、うん、本当の赤いランプだよね、うん、それはこう明滅してるじゃない、はい、そこのところについてる街灯っていうのが一個だけ、こんななんかアルマイトかなんかの傘かぶった裸電球ポンって一個ついてるそこへ、うん、いやー、なんでもいいけどさ、早く撮ってくれやと思いながら、こう待てど暮らせど何にも来ないんだよな。あ、来ない、来ないんだよ、いやー、ちょっと待ってくれ、何なんだと思ってたら、はい、俺のその後ろから人の気配がするわけ。その気配って言ったって、なんとなくの気配じゃないんだよ、足音が近づいてくるわけ。カッコ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 っていう、すごくこうアンバランスな、うん、女の人のヒールの音であることは間違いないんだけども、うん、もうまるでその千鳥足でこう歩くような感じの足音なわけで、うん、だから俺、あ、そうか、この辺飲み屋さんあるから、うん、ちょうど時間的にね、うん、今ぐらいにその終わって上がってくる女の子もいるかもわかんない、こんな時間まで大変だよなと思ってたわけ、うん、だこう真後ろ振り向くのは失礼だと思いつつも、うん、なんとなくこう待ちながらもこう斜めにしてこう見たんだよ、うんうん、その時に俺パッと俺のこう視界に入った、それと同時にこう頭の中でこう理解したその女性の形っていうのは、うん、黒いようなこうチャコールのようなパンツスーツを着た女の子だった、女の子というか女性だったんだよね、はい、でその子が後ろへこうピタッと止まったわけだ、一緒にこう踏切を待つような感じだよ、うん、だけどその間もずっとたまにこうよろけるのかわからないけども、カッコカッコカッコっていうそのヒールの音が、靴の音がするわけよ、うん、あ、
これ調子悪いんだろうな、でも早く家帰りたいんだろうなと思ってたけど、いつになってったら通らないね。あ、これもしかしたらさ、なんかのこれ故障なんじゃないのって思ったから、そんなに何十メーターもあるわけじゃないじゃない、その向こうまでさ、そのね、はいはい、だからもういや行けないんだよ、行けないんだけども、そんなこうぶっとこうまたいでね、向こう渡っちゃおうかなと思ったわけ、あまりにも長いんですよね。そう思った途端、俺のその後ろにこう佇んでたはずの女の子が声を発し出したわけだよ。今まではその靴の音がたまにカツコツッとは したものの、声はしなかった、それがいきなり後ろから、っていう、わかる、もういかにもなんかこうやっちゃうぞっていう、ね、そんなような感じの声とも音ともつかないものが聞こえてきたから、それをあのごめんね、これ見ながらご飯食べてるしいたら本当申し訳ないんだけど、うわーバーってやられちゃたまんないじゃない、だから、まあ、そんなのもあったし、その声があまりにもちょっと気味が悪かったっていうのもあったもんだから、ふっと振り向いたんだよね、お前。そこにね立ってたのがね、さっき言った通りの、確かにそのパンツーズを着たいでたちではあるんだけども、俺でもね未だにはっきり覚えてる、髪の毛ショートカット、ショートカットっていうかショートボブで、手をねこう後ろにこう後ろにして、後ろ手でなんかこうワニ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 って何かこう後ろ手にこう押してるんだよね、こうしてるわけ。何してんのよ、もう。で、何して、でふっと顔を見たら、はい、ここの顎がこう斜めにガッガッと外れて、あーって、でそっからそのゼリーのような赤黒いものがブワーッと出てる、そのまんまでこっちもあったクッて近づいてくるわけよ。でそこで俺ふって思いつつ、とんでもないことに気づいてしまったんだよ。なんすか、それ後ろ手にこうやってんじゃないんだ、はい、首だけが背中向いてんだよね。おい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 、裏まで逆になってるわけで、うわーと思って、俺がもうその踏切も何もあったもんじゃないよ、それをもうまたいで向こう側へ渡って逃げようと思って向き返ったら、遮断機なんか降りてないんだよね、最初から。え、降りてない、降りてない、おお、全然もう車線でも上がってるし、もうその信号も光ってないよ、もうそれどころじゃないよ、それでうわーっと走って、そのさっきも言った通り、その踏切を渡り切ると一旦突き当たる、突き当たってすぐ右に曲がって、俺は自分の車庫の方に行っちゃって、そのままついてこられるパターンは絶対嫌だったから、なんとか俺はその場から逃れたくて、それをこう渡り切って突き当たりを右左でもって住宅が入ったわけよ、はい、バーッと、はい、そこへ抜けていけばどこに出るか俺知ってたからね、自分でね、うんうんうん、そしたら俺がこうバタバタって走るじゃない、普通こうスニーカー履いてますよ、はい、その俺の後ろからカッコ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 、さっきみたいな千鳥足のおぼつかない足取りじゃないんだよ、すごい勢いでカッコ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 って聞こえるわけ、うわーついてってるじゃんと思って、ああいう時によく映画だとかアニメなんかだとこうやって振り返りながら走るシーンがあるけど、うん、そんなことできないよ、振り返るなんてできないよ、そんなこと無我夢中になっても走るしかないもん、そうそう、ね、必死ですもんね、でそこをずっと抜けていくと最後でもってキュッキュッと右の方へキュッとこう上がると駅の反対側のこうちょっとしたこう繁華街に出るんだよ、はい、だからもう時間だからもう閉まってるよみんな、うんうん、でそこへそれを道に出た時に、その道のちょっと右側行った左側に24時間にコンビニがあることを覚えてるわけ、ああいう時のね、うん、コンビニの明かりってのはね、もうオアシスだよ、ああもう安心感に直結するんですよね、いやもう本当にそう、はあ、それでね俺とにかくそこまでバーッと走ってその道に出て道向こうへ渡ってコンビニ入るんだけど、うん、コンビニに飛び込む時に、うん、今の勢いのまま入るとすっごく恥ずかしいじゃない、なんかそこは冷静です、うん、だから一旦その後ろを振り返りで一回その店の前で止まって、今自分が出てきた間口があるわけで、路地があるわけで、はい、そっからなんかそれがこんなのが来る
感覚なわけでしょ、うん、俺からすると、うん、でもさすがにそれが見えないからとにかく一旦お尻で店の中に入る、はい、店の中に入って俺一番最初に向かった先っていうのはマガジンのコーナーなんだよね、うんうんうん、あれってね一番窓側にあるじゃない、はい、鶴岡に、はい、だからそこへ立ってこう俺その路地口をずっと見てたよかって、はい、いつになっても何も来ないよ、はあうん、そのまま結局その、まあ、彼女というかその人自体がまた再び俺にこう襲いかかってくることはなかったんだけど戻れねえよその道。ああそうですね、戻れない戻れない、それはそれはもう冗談じゃない戻れないよ、うんうん、だからダメだと思って、だけども時間刻迫ってくるし、うん、とりあえず今日はその自分のマンションの下に置いてある車でね、まあ、調子悪かったから持ってこれないってことにして、うん、下に置いてある車を持ってったの。その日はそのなんとかその収録が終わったの。うん、それからね何年しかした頃1週間は経ってなかったと思うんだよね、うん、その下のマンションのねビルの下 の, その駐車場のところを持っていつもホースがありて俺車洗わせてもらってたからさ、はい、車洗ってたんだ、はい、大家さん出てきて、うん、お中村さんまた車洗ってる豆だねって言うから、うん、あいやもう先週くらいねしてやんねえとってはぁと思ったわけ、うん、そういやこの間のことこの人ってなんかこの辺の俺はこの辺の主だみたいなこと言ってたことあるから、うん聞いてみるかなと思って俺がこうそんなこと思ってたのなんかこう感づいたんだね、うんうんうん、中村さん難しい顔してどうしたのなんかあったのって言うから、はい、実はねって言ってその何日か前にあったことを俺が全部こう語って聞かせたらさ、うんうんうん、そこの、うん、そこはね、うん、ダメだ夜通っちゃうダメだ、うん、おいや夜通っちゃうってどういうこと、うんうん、って言ったら、うん、いやだって今言ってごらんなその昼間行きゃ分かるよあそこへいっぱいお供え物がしたってこの父は祠勝手に置いていく人だっているんだ祠そうだよだけどね結局それ私鉄だっていうこともあるから、はあ、その鉄道会社もね、うんうん、そういうその供養のために置いてったものを撤去するような野暮なことはしないでそのまま置いてあるけどさってうん、だけどいっぱい置いてあるよあそこはもう何人取り込んじゃったか分かんねえんだからあそうなんですね有名なんだそこははあそうって言われて気づいたんだよ昼間通ったことないんだよねああそうか、うん、まあもちろんそんな何年も前から借りてるわけじゃなかったしその時点では、うんうんうん、ちょっと今から行っとこないよって言われて行ってみたの、うんそ、うん、したらねいっぱい置いてあったなんかこうなんて言うんだあれあの自分で作ったのかななんかお地蔵さんをこうちっちゃいお地蔵さんがこう入ってるようなね、うんうん、日曜大工で作ったかのような祠みたいなのがこう置いてあったりさ、うん、してたらそこにね一枚こう写真がこう置いてあって、はい、まさしくその子だったねあそうなんですか、うん写真うんと俺は思う感じた、うん、だから、まあ、もしかすると髪の毛の髪型なんかもその写真とは違ったかもしれないけど、うん、でも俺はその写真を見た途端にあこの子だって感じたのでああ、うん、だからまず間違いないと思うんだよねそうか判断したっていうよりも感じたんですね、うんうんうん、ピンとでもそれ昼間通ってても、うん、そんな目に遭うなんて思わないですもんね別に夜普通に通りますよね、うんうん、いやーだってこうじゃなくてその人からしたらこうで、うん、ファンキーさんがこっちにいたってことでしょそうだから俺はそれね当たり前にこういう表現しかできないからさ、うん、そうですよねだけどで首がもう本人にすれば普通にこうだったわけ首だけがこう後ろ向いてるうん、怖なんでねだけどやっぱりその時もそう思ったよそれをだから今それを俺に見せてきて、うん、何をどうしようって思ってなんで追っかけてきたのよと思ったの俺すごい頭に来たよだから正直なんで追っかけて俺その写真に向かってだから心までつぶやいてたもんねなんで追っかけてきたのよお前あ、うん、そうか
その人にしたら何か伝えたかったんでしょうね多分、うん、違うのそうじゃないのっつって追っかけてきたのか、うん、なんとかしてくれっていうのか、うん、そう分からないですけどやっぱ怖いですね、うん、どう考えても怖いですよだから本当にそのいろんなね見え方をする人っていうのがいるでしょその、うん幽霊あまたそこに白い人影がなんていうけど白い人影でなんて見えたことなんてほらめったにないからねああ、うん、大体もう実体に近いというかいやっていうよりもその人が亡くなった時の姿で見えるああはははうん辛いっすよ辛いっすよねゴーストコンテンツ。